エディン・ノルデ・グレンは、スウェーデン出身の元ファッションモデル。タイガー・ウッズの元妻。ストックホルム出身。父親のトーマスは、ラジオジャーナリスト。母親のバルブル・ホルム・ベリは、元政治家。兄・アクセルと双子の姉・ジョゼフィンがいる。2000年に、水着モデルとして、キャリアをスタート。同じ年の夏、ビッキニ姿で、カフェスポーツマガジンのグラビアを飾る。 ストックホルムのシャンペーンという医療品店で接客中、スウェーデン人、プロゴルファーイエスパーパニビックのつまみ屋と出会い、ベビーシッターとして雇われる。この仕事により、アメリカに渡ることとなった。2001年全英オープンに子守として付き添った際、初めてタイガーウッズと出会う。2004年10月5日にタイガーウッズと結婚。2007年6月18日に長女を、 2009年2月8日に長男を出産。しかし、ウッズのスキャンダルにより2010年離婚。現在はアメリカ合衆国フロリダ州在住。ありがとうございます。